工事三角は明朝の第十代皇帝。意味名は、言う、名号は構想。日本では、知性の元号から一般には、工事三角と称される。明光総長副造聖神門の三男として生まれる。聖母の宿筆騎士は、厚生省の少数民族やお族の土師の娘で、反乱鎮圧で、全家族を中殺され、捕虜となり、宮人として献上された。 聖火帝の超非満期費は、嫉妬深い女性であり、自身以外の日が妊娠した胎児を、ことごとく打胎していたが、工事帝は宦官により、密かに育てられ成人した。皇太子時代、危うく廃されそうになったことが幾度となくあって、最後は、退山自身に恐れをの,のいた父帝が思いとどまった。即位した工事帝が初めに言ったことは、聖火帝が徴用し、 調整になんら貢献することなく、降録を与えられていた同志、宋の追放である。その主会であった、律と無償、宋次やかつきは投獄、後に資材とした。高示見門は検診を投用し、千倍法の見直し、勘案、同志、宋の後期粛清、北のダヤンハーンに対する防衛体制の強化などの政策を実施主観していた、明朝の国政を立て直した。 一時期、不老長寿を解く宦官を信任したこともあったが、間もなくその害に気づき粛清し、再び政務に励み、後世の科より命中高の祖と称されている。工事十八年に崩御した。たまたま犯された風漢を、太いが処方を誤り、古老の薬を用いてしまい鼻血が止まらずそのまま、既得に陥ったという。大臣に、一人っ子の闘牛の面倒を託し、大量に、 ただ一人のコーヒーバリ工房と共に合奏された。ありがとうございます。